ジャン・ジャック・ゴッソは、コートジボワール・アビジャン出身のサッカー選手。コートジボワール代表の選手である。ポジションは、守備的 MF。地元アビジャンのステラクラブでキャリアをスタートさせた。アルゼンチン人コーチのルイス・オスカル・フローネに見出され、ボトラの強豪クラブ・ウィダード・カソブランカに移籍。2005からレ6ロクシーズンには、最優秀外国人選手賞を受賞した。2006年には、 イスラエルのマッカビテルアビブとの移籍交渉が行われたが、金銭的な折り合いがつかず破断。2007年1月にイスラエルの FC、アシュドットに移籍した。2008年7月8日には、フランスのリーグアンに所属するエースモナコのトライアルに参加、戦力として認められ、7月22日に3年契約で移籍した。1年目は、守備的 MF として、 レギュラーで出場したが、2年目の開幕戦前に怪我を負い、結局8試合しか出場することができなかった。2010から2011シーズンは、背番号を19に変えて、新規一転、チームの中心的な存在として奮闘したものの、チームはリーグドゥに降格することになってしまった。降格後、チームからは契約延長を打診されたものの断り、トルコシュペルリガのウルトスポールに移籍した。 2003年には UAE で開催された 2003FIFA ワールドユース選手権に出場している。2008年11月19日にイスラエル代表との親善試合で代表デビューを果たした。2010年には 2010FIFA ワールドカップの代表メンバーに選出されたものの出場機会はなかった。また、2010、2012年にはアフリカネーションズカップに出場した。なし。 ありがとうございます。